FM 機能案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。4月12日うん4月12日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はい、はいはい、今週もね、もう時間があんまりないので、もうすでによ、すでにもうあんまり時間がないから、まあ、サクサクねやっていきましょうね。はい、今週もよろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞ付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄ボーソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。はいはい、早速ですけどね、いろいろお話ししていきましょう。はい、先週ね、はい、去った日曜日に行われました、天皇杯沖縄県予選のね、決勝戦が、はい、うん、日曜日にありましたけど、 FC 琉球対、解放銀行サッカークラブの試合が県総合陸上競技場の方でありました。はい、でですね、結果はね、もうちょっと大々的に、まあ、テレビの、ね、放送もやっていましたので、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、結果的に言うと6対1で、はい、FC 琉球が去年に引き続き沖縄県代表の切符を手にいたしました。はい、FC 琉球の、皆さんおめでとうございます。まあね、結果だけ見れば6対1結構ね、大味な結果であるんですけど、まあ、先制点を取ったのはね、皆さん、そうなんですよ、解放銀行サッカークラブが、先制点を取って、はい、ね、会場に足を運んだ方も多かったと思うんですけど、おーっていう、うん、会場がね結構ざわつくような、はい、試合開始でしたよ。うん、まあでもね、やっぱりそうですよね、自力で考えると J3 の FC 琉球と、うん、九州リーグの、解放銀行サッカークラブのね、やっぱり差がちょっと結果として出たのかなと思う、で思う結果なのかなと思うんですけど、うん、思う結果で思う、まあ、ごめんごめんまあそうですね、まあ、FC 琉球が順当に、はい、沖縄県代表になったと、うん、いうことでございますがね。まあ、ただ、そうですね、去年、そっか、去年はちょっとね、また、参考にしにくいんですけど、去年もね、同じカードだったんですよ、決勝戦は。FC 琉球と解放銀行の決勝戦で、ただ、去年の結果はですね、8-0、うん、だったので、まあ、ただ去年はね、なんで参考にできないかというと、九州リーグが、熊本の震災があって、九州リーグがずっとストップしててさ。まあ、試合数も全然違うし、会議の方も、ね、練習もままならなくてっていうのもいろいろいろんなことが重なっての、まあ、8-0、うん、で今年が6-1か、うん、でもね、解放銀行が先に先制点を取って FC 琉球に、ね、火がついたわっていう表現はちょっと違うのかなって思う部分もあるんだけど、うん、それぐらいの価値はねあるのかな、最初の1点っていうのは大きかったのかなと思うのでね、うん、今後にねまたつなげていっていただけたらなと思いますけど、はい、で今ねお話ししました、解放銀行サッカークラブさんがですね、なんと、はい、今週の土曜日日曜日からまた、はい、九州リーグが、はい、始まりますよ。うん、で今年はね、この解放銀行サッカークラブと一緒に、沖縄県から九州大会を勝ち上がって九州リーグにこの参戦、新しくね参戦というか、まあ復帰ですね、復帰します。 FC 那覇の両チームが沖縄県から、代表して九州リーグに参戦いたします。で今週の土曜日日曜日と沖縄県から始まるんですね。で、土曜日に、2試合で、日曜日にまた
双方の会議も FC 那覇の試合もあります。で簡単にね会場と場所、あー会場と場所って一緒か、会場と時間言っときましょうね。ですね、今度の土曜日4月15日の土曜日が、FC 那覇の試合がですね午後4時から、これはコザ運動公園陸上競技場、あ間違えた、すいません、ゴサ丸だ、吉野浦の運動公園内にありますゴサ丸で、すいません俺時間も間違えてるな、もう一回最初から言おうね。 FC 那覇の試合が、吉野浦でゴサ丸陸上競技場に午後2時からで、会場が変わりまして、会議員のサッカークラブの方はコザ運動公園の方で午後4時のキックオフとなっております。でね、あの土日の、集中開催になってるんですよ。で日曜日の方もありまして、日曜日の方はまた吉野浦で、FC 那覇の試合が、午前10時からで、開放銀行サッカークラブの、日曜日の試合が同じく会場は、コザ運動公園の方で午後2時からの、はい、試合となってますのでね、皆さん九州の、はい、トップクラスのチームが、ここね沖縄で九州リーグ開幕しますのでね、ぜひ、この地元の試合だけじゃなくてさ、他のこの各九州からの、代表チームが集まっての集中開催になりますのでね、皆さんぜひこのタイミングが合う方は見に行っていただけたらなと思いますよと言いつつ、はいそう今週の土曜日さ、いろんなことが目白押しなのさ。ですね、まあね、ここラジオでも結構お話ししてたんですけど、国際親善試合が今度の土曜日日曜日と、丸かぶりねこれねビーチサッカーの日本代表対ビーチサッカードイツ代表の、はい、国際親善試合が、沖縄県西原町の西原キラキラビーチにて、入場無料で開催されますよ。はい、でこれですね、結構ねすごいと思いません？ドイツ代表がさ沖縄に来て、親善試合を行うって、なかなかないと思いますよ。それがしかも2日よ2日、土曜日日曜日とありますのでね、皆さん、はい、両日ともに午後2時キックオフ、入場無料で、はい、行われますのでね、このね両チームともにワールドカップ決めてますのでね、タイミングを合わせてね、九州リーグも近くでやってるし、もうねとてもとても贅沢な土日になるのかなと思いますよ。はい、でサッカーのねビーチサッカー、日本代表の方はもう週明けぐらいからかな、沖縄に入って現地入りしても、トレーニングだったりキャンプだったりっていうのをねやってるんですけど、今日ね琉球エリスリーナさんのフェイスブックだったかな、で会場設営もできてね、観客席とかもねしっかり準備されててっていう写真がアップされてたりするんですけど、なんかねやっぱそういうのを見るとあー始まるんだなっていう、実感がちょっとずつ湧いてきてる感じですけど、ワクワクなちょっとね土曜日日曜日が来ますので、皆さんぜひタイミング合わせてね行っていただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、でですねいくつかお話がある中で先にコメント読んどこうかな。はい、脳内ウチナーさんこんばんはです、ありがとうございます。はい、今夜も来ましたよって。はい、いやー、真央ちゃんの引退フィーバー一色だねーって、香川の心配もしてやってよーって、もう大変だったんだからーって、でもね無事でよかったねーって。ゴールキーパーが負傷したようだけど、そうだね、あれドルトムントが標的にされたって正式に発表が出てたけど、何なのかねでもさ笑ってられないしね、本当に怪我人も出てるし、1日、ね、試合がちょっとスライドしてるんですけど、サッカーの1日のスライドってもう本当に大きな影響力もある中でさ、注目を集めるチーム、違うな、やっぱり何なんだろうってしかちょっと言えないんだけどさ、こんなのがねやっぱり全部なくなればいいのになって思うさ。でも本当にね怪我人が1人かな出て、他の皆さんはね無事だったので、その辺が、唯一のっていう言い方もねなかなか難しいんだけどね、負けじとね試合は行うそうなので、その辺はやっぱりちゃんと前向いているのかなっていう部分であるんですけど、両チームともにね、大変な一日になるとは思うんですけど、香川も
いるけど、うん、両チームともにね応援したいなという気持ちでいっぱいでございますよ。はい、皆さんもねぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、でですね、ごめんなさい、話がさちょっと1個飛んでしまったんですけど、先ほどお話ししました、天皇杯沖縄県予選ね、県代表としましては FC 琉球が決まったよって話したんですけど、はい、で全国大会本大会の1回戦の会場も沖縄で行われることが決まっております。でこれが4月の23日だったかな、3日だね4月23日日曜日に、これもね合わせの、県総の方で13時キックで行われます。でそれがさ、皆さんあれよ、対戦相手もさもう決まっててさ、元日本代表の、監督さんの、FC、岡田監督、監督やってんのかな、社長、社長やってます、はい、岡田さんがね、います、所属してます、あの FC 今治との対戦が決まっておりますので、はい、ぜひね、注目度の高い試合なのかなと思いますので、はい、皆さんぜひ、うん、時間を合わせてね、見に行っていただけたらなと思いますよ。はい、でですね、ちらちら見せていますが、はい、実は、うん、この天皇杯のさ本予選、1回戦の県総で行われます試合チケットいただきました。はい、じゃじゃん、ありますのでね、皆さんぜひ見に行ける方ね、うん、こちらに取りに来ていただける方になるんですけどごめんね、もう俺が郵送で送れればいいんだけどさ、送れなくてさ、うん、ここに取りに来ていただくか、もしくはそうなんです、これをでさ、ちょっと今回考えましてスポンサーをしていただいています F ラボ接骨院さんが沖縄市小屋にあるんですけど、そちらにね取りに行ける方両方ありますのでね、ここ FC、 FC じゃねえやFM 宜野湾か、はい、F ラボ接骨院の方にね取りに来ていただける方、うん、無料チケットね、何枚何ペアかな、それぞれ2ペアずつぐらい、準備できればなと思ってますので、はい、皆さんぜひね、こんな機会めったにないと思いますので、うん、FC 今治が今あれなのかな、 JFL なのかな、 J3 の一つ下のカテゴリーにいると思うんですけど、うん、なかなかね見応えのある面白い試合だと思いますので、はい、ぜひ皆さん、会場にね足を運んでいただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、この辺でですね一旦 CM に行きたいと思いますよ。今週もうまくいけるかな。はい、一旦 CM ですし、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。ピピ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 ヒルズ通りからこんにちは、ピピ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 なんくるないさでほら行こう、キノワンワンキノワンワン、ウエウエウキノワン。はいはい、今週もね沖縄県のサッカー情報をっていうことで進めてますよ。はい、皆さんもう一度言っておきましょうね。はい、来週の日曜、今週じゃないよ、来週だよ、来週の日曜日に合わせのね県総で行われます天皇杯1回戦本予選のね1回戦の、チケット、プレゼントしてますので、ぜひねここ FM 機能1かもしくはスポンサーをしていただいています沖縄市小屋にあります F ラボ接骨院に、はい、取りに来ていただける方限定で、はい、何枚かねチケットお配りしたいと思いますので、よろしくお願いしますね。はい、エフラボ自体はあれです、沖縄市役所の近くにありますのでね、ぜひ検索していただいて、おこんなとこにあるのかみたいな感じでね探してもらえたらありがたいです。よろしくお願いいたしますよ。はいはいはい、
で、あとね、沖縄県内の、ごめんなさい、ごめんなさい、違う違う、県出身のね、Jリーガーの情報をいくつか紹介したいと思いますよ。はい、J1 所属川崎フロンターレの、知念選手、うん、Jリーグね、前節デビューしてましたけど、まあ、ロスタイムの必要だったんだよ、でもすごいことだよ、大きな一歩だよってお話ししたんですけど、うん、前節このその1個前ねごめんね、俺の説明ベタね。はい、連続で、出場しています。今回はロスタイム見れて15分ぐらいかな、はい、知念選手出場してますのでね、どん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 ね、この試合出場数、試合出場時間をね、伸ばして、うん、初ゴールもね、ちょっと期待したいなと思いますのでね、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はい、でですね、あと一つ、はい、J1 所属、ですね、はい、札幌に所属しています上原選手は J リーグの方に試合は出ていませんでしたが、そうなの、はい、出てこない、これね、後で出てくるかな。今日ね、カップ戦、 J リーグカップが行われてるんですよ。で、そこにはあのフォワードとして上原選手、はい、清水との試合がねあったんですけど、フォワードとしてスタメン発表されていましたので、うん、どうだったかな、ごめんごめん、結果を今ね検索したかったんだけど結果がちょっと出てこないので、ごめんね、番組進めながら探せたら探しましょうね。はい、で J2 の情報としましては、はい、グランパスのね田口選手復帰しましたよ、よかったですね。で、ガナ選手所属の、蒲田マーレサヌキとの、はい、試合だったんですけど、2対1でグランパスが、うん、見事勝利しております。でガナ選手はベンチ入りはしてたんですけど出場なしでございました。うん、で復帰のね田口選手は、フル先発フル出場しております。でやっぱりね、ファンの方々の声をねコメントだったりいろいろ見ていると、なんだろう、辛口なねコメントも中にはあったりするんだけど、一番多かったのは、多かったというか自分がとってもね興味深く思ったのは、前半ちょっとばらつきがあった中、後半に向けての修正力がものすごかったっていうこのコメントが多かったです。うん、一試合通して一番活躍したのは田口じゃないかっていう声も、はい、ちらほらあったりした中で、うん、そうだね、一番多かったのは帰ってきて、はい、プレーしたっていうことに対するこのありがとうだったり、うんうん、そういう気持ちがね、出てるファンの声が、うん、一番多かったですね。うん、で、チームもね連勝中なので、はい、このチームの、ね、波に乗って、田口選手もね、うん、ガンガンちょっと活躍をなあ、すいません活躍をね広げていっていただけたらなと思いますよ。はい、皆さんぜひ注目してください、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、はい、先発出場していましたのはロアッソ熊本の上里選手、うん、ただねロアッソもちょっと今連敗中ですが、はい、上里選手ねちょっと怪我明けでフル出場がちょっと続いてるんですけど、うん、ボランチのね、ボランチとしての出場だったらしいんですけど、ボールロストがちょっと目立っていたよって、コメントも多々見られましたね。うん、まずはね一つ、うん、勝利をちょっと、もぎ取ってねチームの状態を上げていただけたらなと思いますよ。はい、で、先ほども言いましたが、蒲田マーレのガナ選手はベンチ入りしてましたけど出場はなし、うん、でジェフ千葉の比嘉選手も、そうだねベンチ入りはしてたんですけど出場がなしでございます。で、そうね、これ毎週ちょっとさ最近お話ししてるんですけど、松本山雅の東馬選手、うん、あとレノファーの宮城選手の情報がね全く出てこないので、ちょっとね本当に心配しておりますというか、情報ください皆さんねえ、宮城選手、レノファーのね宮城選手は第2節から3節に出場はあったんですけど、松本山雅のね東馬選手の情報がなかなか出てこないので、うん、ね、ちょっと本当に心配してるんですけどね、怪我してるのかな、本当にね、ちょっと情報いろいろね検索してまたここでおしゃべりできればなと思いますよ。はい、皆さん
ね、県出身の J リーガーの、応援よろしくお願いいたします。はいはい、でコメントがいくつか来ていますので、ノーナイツナーさん、はい、ドルトモント移動のバス襲撃の、ね、事件は地元警察によると、どうやら過激派組織の仕業ではという見解が出てたよって。うん、あとね、ノーナイツナーさんからもう一つコメントが来ているんですけど、日本と同じ組の、これワールドカップかな、日本と同じ組のイラクが成績不振を理由に、監督解任、おしかし解約金が3300万。イラクサッカー協会が拒んでいるということで、監督がね、法的手段に訴える構えって。サッカーね、こんなのもね、ちょっと楽しみのね一つよね。こんなのに楽しみ覚えたらダメか。でもね、こんなのも含めてやっぱサッカーですからね、あのやっぱ有名どころの監督ってなると、そういうこのリスクもね出てきたりするのか、あるんですけどね。まあ今の時期で監督変えるってことは、もうなかなかね今回厳しい状況もあるかなと思うんですけどね。まあ日本はね、一個一個勝っていくだけですのでね、はい、引き続き応援していきましょう。はい、あとね、県内のサッカー情報もう少しお話できるかな。はい、はい、番組にもね、よくゲストで来ていただいています、AC クレアの、はい、ヨヘナさんが、主催しています。第1回フットサル&新競技 2on2 大会がね、ゴールデンウィーク5月6日に、はい、行われますよ。こちらがですね、第1回マンゴーカップっていうね、もう大会名がついていますが、5月6日土曜日、午後9時から、はい、行われる予定ですので、富城市民体育館をね、会場に行われますので、フットサルの大会とさ、あと 2on2 のちょっとね新競技、新しいね、こんな感じで大会を盛り上げていきたい、サッカーのね底上げをしたいっていう、新しい競技がありますので、まだね、チームとしての、募集もまだやっているそうなので、ぜひね皆さん、第1回フットサル&新競技のね 2on2 大会でちょっとね検索していただいて、はい、詳しい情報をね拾っていただいて、ヨヘナさん自体がこのストライカーを、日本沖縄発世界に通用するストライカーをっていうね、大きな目的もあるようなので、ぜひ皆さんね、こういった大会にちょっと参加していただいて、ストライカーをね、作っていただけたらなと思いますよ。はい、よろしくお願いいたします。またね、ヨヘナさん、ここに、呼べる時があれば、いろいろ、はい、お話していただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。これまで喋れるかな。はい、これもね、そうね、もう今週末本当に大変、はい、4月15日土曜日に、近所のフットボール、センターに行って、これはですね、九州なでしこサッカー大会の沖縄県予選決勝戦があります。はい、これはですね、琉球デイゴース対沖縄ビクサーレ、はい、ナビータ U18 のチームが、はい、決勝戦戦いますのでね、これが、9時半キックオフでございます。近所のねフットボールセンターで、九州派遣を決める、沖縄県代表を決めるね、試合がありますので、皆さんこの辺も、楽しみにね、会場に足を運んでいただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、でですね、あと今月末から4月30日からまた沖縄県のね県リーグの方も1部2部3部と、はい、開幕していきます。まあそうですね、いろいろ、楽しみなカードもね県内も続けて出てきますのでね、この辺もね、ここでいろいろ紹介していきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、いろいろ喋っているうちに今週もね、アディショナルタイムが、はい、もうロスタイムって言ったらダメだよって言われたわけよ。アディショナルタイムがね、もう1分半来てしまいましたのでね、もう今週も皆さんお付き合いいただきありがとうございますと言いつつ、はい、コメントが来て読めるかな。はい、ノーナイツナーさん、 J3 の首位福島 FC と栃木がね共に天皇杯出場を、逃すって、はー、そうだね、もうこんなこともあるんだよね。で、あと、中野町の和樹さん、はい、ありがとうございます。今週末親戚とキャンプ行きたくねー。女子サッカーとビーチサッカー、どっちか見に行きたいよーって。行きなさい。
そうよね、もう本当に今週末九州リーグでしょ。だからビーチサッカー、ね、国際、あとね、なでしこ派遣のね、沖縄県の代表を決める試合ありますのでね、うん、来週ね、またここでそういう大会があったよとか結果とかね、いろいろお話ししていきたいと思いますので、皆さんぜひ、聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今週もこの辺で締めたいと思いますよ。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄ボソルチ、一応各社の提供と、今週もね聞いていただいた皆さんのおかげでお送りすることができましたよ。本当にありがとうございました。来週もね、ゆるい感じでサッカーのお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではさよなら。あ、ありがとうございます。